RKK ですが、はい、予算の中で、ね、枚数ですね、手元情報の取得費についてなんですが、これはその工事が伸びるということで減額をされる。いや、そうではありません。減額につきましては、再開発会社さんとの協議の中でですね、これまで、いろいろと交渉する中で、ECI 方式というですね、発表方式によって、減額ができるということで、いろいろと調整をしてこられたわけでございますが、まあ、これによりまして、今回、全体としてですね、減額が、できるということで、その分、予算としてですね、要求しているということでございます。で、まあ、そもそも、第1回目の定例会におきまして、平成28年度から平成30年度までの3年間において308億円を上限とする予算、これを組ませていただいていたわけでございますが、まあ、そのような中でこの熊本地震を受けまして、震災前後で前提が変わったということで認識したことから、事業者に申し入れを行いまして、それから防災・減災面での検証・検討を行ってきたということで、またそういう側面もございます。そしてその機能強化について確認ができましたことから、本市全体の復興を牽引するものとしてですね、復興計画素案において、まあ、重点プロジェクトに位置づけるということとともに、購入費についてもですね、先ほど申し上げたように妥当性を検証を行いですね、事業者と協議が整いまして、当初308億円ということで上限にしておりましたが、防災・減災面での機能強化を伴う工事の、いろいろな見直しも行われたわけですけれども、最終的には283億円ということで、減額をすることができたということでございます。ただ、防災・減災面での機能強化等に伴う工期のですね、変更もですね、生じるということから、本定例会に平成31年度までのこの4年間でということで、補正予算を計上をさせていただいたということでございます。どうしますと、減額はするけれども、その総額は変わらない、総額は減額したままで、その期間が4年間になるというだけです。いや、総額はだから変わってますよね。だから308億円が283億円に減額されてますの で、それと合わせて、その、まあ、3カ年ということで、予算を組んでましたけれども、防災・減災面でのこの機能強化に伴って、この工期が変更する可能性があるということで、これが4カ年になるということで、まあ、その分、だから逆に言えば、毎年1年分の負担というのは減るということになっているんです。283億円を、まあ、4年間で減る。まあ、今まで3年だったのが4年間にわたって支払うということです。うん、まあ、そういうことになりますね。その防災・減災の機能強化をしたのに、費用的には下がるというのは、ちょっと私はよくわからないんですけど。で、一つはだからやっぱり ECI 方式ということで、そもそもやっぱりいろいろな、例えば部材の共有化であるとかですね、いろんなことが多分なされた結果であろうというふうに思いますが、私どもの方でもですね、やはりできるだけ安くしたいということで、まあ、以前からも、申し上げた通りでございます。で、そういう、まあ、ある意味ではかなりハードな交渉もさせていただいてですね、市としてのですね、持ち出しのものについては、明確を、できるだけしていただくようにですね、私の方からもかなり強く再開発会社の方にも要請をさせていただきまして、まあ、その結果、減額になる。で、一方で、まあ、そういう防災面での見直しということについてはですね、今、さまざまな形で、
行われているんですけれども、桜町だけでなくですね、JR 九州さんも入られてですね、そういう広域的なこの交通の拠点であるとか、まあ、大きな人々が集う交流拠点でもありますのでですね、こういった面で、検証を行う必要があるということで、これまで専門家も交えましてですね、3回、検討会議を行ってきているということでございます。まあ、この中で、さまざまなですね、例えば施設の耐震性能の強化、それから給排水設備の多重化ということで、まあ、これはそういう意味では民間側の方もですね、かなりそういう面でご努力をいただいたということになるというふうに思いますので、まあ、費用の増加部分についてはですね、まあ、ある意味、その増減いろいろやりくりが多分あったというふうに思いますけれども、そういう形で、まあ、だと何でもになったというふうに考えているところでございます。はい、またあと災害時に果たすべき機能としてですね、一時的な避難場所であるとか避難所としてのこの機能、それから食料、物資等の備蓄機能、それから食料、物販等の品の、この提供とかですね、そういった機能強化が図られるということで、伺っているところでございます。まあ、今後そういうことも含めて、さらに検討をしていかれるということでございます。その防災面の、今おっしゃったその備蓄機能とかですね、そういうのっていうのは、また別枠で予算立てをするってことになっているんですか？いや、例えばだからそれは検討会議の中で災害時に求められる機能って一体何なんだっていうことが整理されてますので、当然だから今その予算だけの話ではなくてですね、全体のそのどういう熊本市の防災の協定を例えば結んでいくのか、災害時にどういう利活用をするのか、まあ、そういったことが非常に重要になってくるということですので、まあ、その点についてはその予算点も含めてなんですけども、予算は例えば、ご存知の通り、避難所に対する支援物資ということであれば災害救助法に基づいて措置をされるものでございますので、それが直ちに、その何かこの建設費とかそういったものに直接影響するものではないということで、ただその辺のその防災機能というのがどうなっているのかというのをしっかり評価すべきだということで、私の方で検証をするべきだということで、再開発会社制から JR 九州さんにお願いをしたということでございます。どうぞ。今のにも少し関連するんですけれども、返信です、はい、今回の予算での最長も64億を取り崩すというところで、はい、まあ、今年の、まあ、財政状況というところに関する認識をまず聞いて、はい、というのと、あとこの当初予算で約200弱ぐらいのこの事業を見直して100億ぐらいを捻出されましたけれども、また今後こういう形で見直しができる部分がまだ市の中であるのかどうかというところを1点目お願いします。はい、まず1点目、まあ、補正予算全体についてですけれども、一般会計の補正額で、まあ、約640億3000万円ということで、これはもう補正予算としては過去最大規模の額を計上いたしました。で、まあ、主な内容としては被災した市民の皆様への支援、それから生活再建に関する経費、それから公共施設等の復旧に関する経費、これが中心でございますので、まあ、熊本地震分として、これは約731億8000万円を計上させていただいているところです。これは特別会計です。で、復旧復興にマンパワーをやっぱり集中するためにですね、当初、2点目 のお尋ねですけれども、当初その予算として挙げていたもので、まあ、通常の事業をですね、で、まあ、例えば若干先送りしてもこういいものであるとかですね、あるいはこれは今不要不急ということよりは、これは復興にですね集中させるためにいろいろな縮減をした方がいいという、そういう最大限のいろいろな見直し、それからコストの削減等ですね、先ほどの若干の、そういったものも含めて、約100億1000万円という金額がなされたものです。ただですね、
まあ、財政調整基金から、まあ、過去最大のですね、64億円を取り崩して対応をするということを、せざるを得なかったということでございますので、まあ、そういう意味ではこの財政調整基金のこの残高が今約27億円となっておりまして、これは昭和54年度以降ですね、最低の水準となっているところでございます。まあ、そういう意味ではですね、今後熊本市の財政というのはですね、そういう復興にかかる、予算というのは大変、厳しいものになっているというふうに思います。通常の予算分の見直しは、しっかりやっていく一方でですね、やはりそういう財政状況をですね、乗り越えていくためにはですね、国からの財政的な支援がもう不可欠であるというふうに思います。さまざまな努力、これは過去の震災においてもですね、各自治体の皆さんがいろいろな努力をやってきたということも、参考にさせていただきながら、我々も行政改革の部分を含めて全力で、取り組みながら、この財政運営についてもしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。で、まあ特にやっぱり復旧復興にかかるですね、この地元負担というのは非常に大きくのしかかってくると、今度は通常の、事業にもかなり影響を受けますことからですね、こういった地元負担が極力軽くなるようにですね、政府に対してはですね、積極的に、強く働きかけをしていきたいというふうに思っております。で、まあ、今後はまあ、当然我々基礎事業の見直しであるとか、行財政改革の推進に取り組むということはもうこれはもう言うまでもないことなんですけれども、国の方でも経済対策等ですね、いろいろな、財源が今後ですね、準備されるということでございますので、この熊本地震の復旧復興にかかるこの財源の分、まあ、先日補正予算も組んでいただいたということ、それから今後の中でもですね、いろいろとやりくりをしながらですね、の必要な財源をですね、確保していきたいというふうに考えています。2点目のところですね、さらなる見直しの余地があるのかどうか。ごめんなさい、見直しの余地のところなんですけれども、これはもう当然、優先順位をいろいろつけていく中で、例えば、少し先に。これをしてもいいものがあるのかどうかというところも含めて、まあ、今回とりあえず当初予算の部分で4月からの部分でですね、見直しをしましたので、当然、例えば12月までにですね、そういったものを見直す部分というのは、あり得るというふうに思います。ただ、まあ、かなり100億規模で見直しをしているということを、100億規模で減額をしているということを考えますとですね、まあ、新年度予算の中でですね、また、厳しいそういう、優先順位をつけながらですね、その予算編成をやっていくということになっていくのではないかなというふうに考えています。ただできるだけそういう財源を捻出するためにですね、最大限の努力はこれからも、逐次行っていきたいと思います。ありがとうございます。予算についてはもう当然これは多くの皆さんが震災復興ということでですね、厳しい状況の中にありますので、最低限の経費でということで、もともとですね、これ、認知府と自治体交流会議の参加経費としてですね、330万円を計上をしております。で、私とそれから随行職員3名、それから民間の契約1名ということで、合計5名ということで参加ということでございます。で、
それからあの、まあ、最低限の経費でいくということでございますので、まあ、あのそういう意味ではあの飛行機の費用も含めてですけれども、事務局の方で、いろいろ検討していると思いますが、クラスについては私も聞いておりませんが、ファーストクラスに行くことは絶対にありません、はい、まあ、あのビジネスクラスか、エコノミークラスかということになろうかというと思いますが、まあ、それはね、状況次第だと思います、はい、ちょっとそこまで確認してないんですけど、まあ、確認してみます、はい、皆様方からご質問ございましたら、はい、お願いします。枚数のことなんですけれども、はいはい、あの工期が31年度までに変更された場合というのは、はい、具体的に枚数、施設自体はいつ頃の完成というふうに考えたらいいですか。あの基本的に今ですね、あの完成時期についても、あの今あの再開発会社さんの方で鋭意検討されていると思います。で、我々もあの防災機能を強化をするとか、先ほど申し上げたように、あのまあ、新たないろいろなそういう給排水施設を強化をしたりとか、そういう防災機能を強化するということでの見直しは多少あるというふうに思いますので、あの本来であれば、今月から来月にかけてぐらいに、発表するというようなぐらい あの大まかなスケジュール感だったのかなというふうに思うんですけれども、まあ、その辺については今ですね、具体的な施設計画とか設計、そういったものでスケジュールを検討されている状況というふうに聞いております。ですから、現時点で私の方から新規着工時期というのを、こう申し上げられるという状況にはありませんけれども、少なくとも、事業者の皆さんとの打ち合わせする中でもですね、まあ、震災が起こったことによって、かなり遅れるんではないかという心配がありましたけれども、まあ、平成31年の、このラグビーワールドカップであるとか、あるいは女子ハンドボール世界選手権の開催時期、まあ、3年後ということを意識してですね、きちんと計画を立てるというふうにお聞きをしておりますので、まあ、その辺のスケジュールではかなり、急いで工程が出てくるのではないかなというふうに思っております。ただ当然、まあ、今回、まあ、議会でもご審議いただいてというところがありますので、まあ、その分の若干のずれはあるかもしれませんけれども、まあ、今ここで私の方からいつ頃になるということは、ちょっと分からないと思います。ただできるだけ早くしてもらいたいという気持ちは持っています。関連なんですけれども、30年秋の完成予定が31年度中になると、もうすでに大きな学会とかは熊本城ホールでやりたいという手が上がってたのかなと思うんですけれども、その部分の対応というのは当然まあ、まだ実際にですね、受付をするという状況までは当然のことながらまだ着工もしてませんので、できてないというところもありますので、まあ、そこについてはある程度調整が効くんじゃないかなというふうに思います。で、ただ本当に代替施設がなかなかですね、今ない状況の中ですので、まず今市民会館でありますとかですね、県の方では県立劇場であるとか、そういったものの普及を急いでおられるということであります。ですからこういったものの現有施設のですね、普及で対応できる部分はしっかり対応していきたいというふうに思いますし、また新規のそういうオファーですね、をいただいている部分に関してはですね、まあ、そういうスケジュール感もお示しをしながら今後、誘致というふうにやっていくというふうになろうかというふうに思いますので、まあ、ある程度この時期がはっきりしますとですね、ここが、明示できるかなというふうに思っておりますので、これ誘致にとってはやはりもうご指摘の通り、時期がいつになるのというのはものすごく大きいということであります。で、大きな学会であると大きなイベントというのはやはり、もう 2,3 年かけてということでやりますので、まあ、確実なところでですね、やっていくといいなと思います。はい。予算については、今年度の予算の話ですけど、これを打ち明けよく見ると、まあ、市長の公約、皆様の公約だとか、大きな投資事業というところには、まだ広げていないという
印象なんですが、はい、まあ、今後、まあ、統計学のそのままを見ても、例えば宅地に対する被害に対する支援だとか、今回の補正に乗っていない、まあ、支援事業もまだありますし、まあ、で来年度に復旧予算もまだ増加するというような形なので、まあ、市民の方々が本当に財源足りるのかという不安はあると思うんですけど、その見直しとかの中で、どれくらい、なんかどういう基準で選択していく。一つは熊本市だけでですね、できる努力というのにも限界があって、これは当然のことがこれだけ大きな災害でありますので、国の、まあ、災害復旧に対するですね、この予算措置というのがどうなるかということによってですね、これは検討していくというふうに思われます。で当然そのマニフェストに掲げた、まあ、例えば子ども医療費の問題なんかについてはですね、これはやっぱり制度設計の中でですね、議会の方からも大決議をいただいたので、4月に第1回の議会で議決をさせていただいて可決をしていればですね、4月にシステム設計に入って1月から実は、来年の1月からそれが、できるということだったんですが、ギリギリですね、システムの設計に例えば9ヶ月を要するので、まあ、その分は若干時間を見ながら、検討するということになりましたが、例えばこういう経費というのはずっと長く続くというものです。だから投資的経費で、数年で例えば投資を終えるような事業と、それから長くですね、やはり、そういう、まあ、扶助費も含めてですけれども、今後増大していくと見込まれるような、ものというのがありますので、まあ、そういったものをですね、よく吟味しながらですね、優先順位をつけていくことが非常に重要ではないかなというふうに思います。それから、国の方のやはり予算措置というのがこれからどのようになっていくのかというのは非常に重要なポイントであります。まあ、千数百億に上るですね、公共施設だけでも被害ということを考えますと、これの復旧だけでですね、通常の予算ではもう全く、例えばどんなにその業界なりいろんなやりくりをしてもですね、限界があるというのはもう明らかでありますので、まあ、その辺については当然最大限の努力はしますけれども、国の方の財政毎週私も、状況をしましてですね、関係各省庁政府にお願いをさせていただいておりますが、こういった努力を続けながら、復旧に関するです、ね、予算については、積極的にです、ね、国に対して働きかけをしていきたいと思います。先ほど言われた子ども病院の拡大の時期なんですけれども、まあ、システム改修に9ヶ月かかるとなると、実質上来年でなくて、もう再来年の1月ぐらいのスタートというイメージになるんでしょうか。平成、29年度にスタートするというのはもう3月の議会で、大決議をいただいた時点でですね、これはもう困難であるということは、9ヶ月かかりますので、まあ、9月に、例えば制度をまた変えて、やってもっていうことだったので、いずれにしても平成早くとも平成30年、ということに、なるとですから、まあ、その辺も含めてですけれども、制度の設計について、それからやはりそういうシステムの面で時間的にどうしてもそのタイムラグがございますので、そういった面もきちんとご説明をしながらですね、制度設計をやっていかなければいけない。でこれは私のマニフェストの項目でもありますけれども、逆に言えば先ほど申し上げたように、これは単年度とか2、3年とかで終わるものではありませんので、非常に長い期間にわたるということで、財政に対する影響も非常に大きいものですから、今の制度と、それから新しくこれから構築していくその制度ですね、比較、それと財源の問題、こういったものをバランスをよく考えて、そして、市民の皆さんと、よく議論をしながらですね、
今のところ、平成29年の第1回定例会をにへの提案ということですので、まあ、そこで、もし新たな案ということでご承認をいいかどうかいただくということになれば、拡充をするとすれば、まあ、どんなに早くても、平成30年に入ってしまうというふうになるということです。はい、はい、まず今回のいろいろな調査の中からですね、やはり、その不当要求に当たると思われる事案がたくさん出てきたと、28件も出てきたということについてはですね、大変、残念に思っていますし、まあ、そういう行為は許してはならないというふうに思っていますので、それを防止するためのですね、対策をですね、しっかり講じなければいけないというふうに思っています。そしてやはり議会とですね、執行機が一定の緊張感を持ちながら、そしてオープンな場でですね、議論をしていくということが常に私は求められているというふうに思います。ですから、例えば執行部に対してですね、そういう不法要求の中で、今回の案件でもいろいろ出てきておりますけれども、いくつかのそういう事例ですね、暴力的な言動であるとか、手段、正当な理由などですね、職員をですね、に対してですね、さまざまな要求をするとかですね、こういった大声で、どうなるかですね、そういうことはですね、やはり、あるまじき行為であるというふうに思いますので、まあ、私もこれは市の行政のトップとしてですね、しっかり、こういう時にこそですね、やはり議会との関係性をですね、やはり市民の皆さんに信頼していただける関係を構築する必要があるというふうに思っています。でこれは議会側の方もいろいろとこの今後ですね、出てくるであろうこの結果を踏まえてですね、対応をまた検討していただきたいというふうに思いますが、我々、執行部職員の方にもですね、例えばそういうふうに要求があった場合にですね、非常に、対応としてですね、本当に良かったのか悪かったのか、こういった面も、逆にですね、検証をしなければ、そういう意味では一方的なというふうに、言われてしまいかねないところもありますので、やはりこういう問題は当事者それぞれのですね、お互いの、関係性というのは非常に重要になってきますので、まあ、今当然のことながら議会の議員の皆さんとのいろいろな、例えば議会以外でもですね、例えば打ち合わせであるとか面会であるとか、こういったものは全て記録化をさせていただいているということでありますので、まあ、そういう中で、オープンにですね、どんどんやっていくということで、この不当要求等のこの調査についてもですね、これ職員全職員からの聞き取りの結果で、しかもその中で、もうこれは明らかに不当要求であろうということを、いろいろと検討した今28件ということで相当するということで判断をしたものでございますので、職員の方からもですね、やはりかなりこういったものに対してはですね、不当要求に対しては問題意識を持っているものだというふうに思われますので、職員にもですね、今後もですね、引き続き、組織としてですね、そういった不当要求には屈しないんだということをですね、しっかりと定着させるようにですね、まあ、私もトップとしてですね、覚悟を持って、この案件については取り組んで、市民の皆さんから信頼を得られる、市行政を遂行してまいりたいと思います。すみません。
はい、その関連でよろしいですか。はい、どうぞ。先ほどの議員の中で、そもそも29件あったのが1件取り下げになったということと、それから議員の方が積極的な、まあ、部局とそうでない部局がある。例えば、ね、その教育委員会でも自分の話をそういうことがあったって話を聞いたけども、それが教育委員会からは出てない、これはどうなんでしょうかということがあったんですけど、実際にはその市の職員の方はですね、言われたけれども中間の、まあ、管理職が報告する人がですね、そこでその、まあ、落としてしまう、そういうこともあったんじゃないかというようなイメージを持つんですけど、それはどうなんですか。そういうことはないというのが、上がっているものに関してはですね、まあ、私のところにこれ氏名も含めてですね、よくその事実関係を調査をしてあげるようにということになります。で、例えばそういう一方的にその聞いていてですね、その裏付けが不十分だったとか、やっぱりそういったものに関してはそれは当然、この会議の中では断定できないわけでありますから、そういう意味ではそこでもしそういうことが起こっているということであれば、それが断じて許されない行為だというふうに思いますので、そこに対しては私も厳しく対応してまいりたいというふうに考えています。で、今例えばそういうことでご懸念があるようなことがあるとすれば、それはしっかり調査していかなければいけないというふうに思いますけれども、やはり一方でいろんな事実を公表をしていくということに関してはですね、厳しいチェックをして、本当にこれコンプライアンス担当官を含め、顧問弁護士の方も含めてですね、慎重にこれ法的な面も含めてですね、精査をしているということでありますので、もしこれが出た場合にですね、それが事実として違うよというふうになった場合にはですね、それは非常に逆に、この所有権防止等の対策会議の中でですね、非常に問題となってくる、その信頼性が問われているということになりますので、まあ、そこについては私は上がってきた結果は信頼をしているということでございます。で、一般的にですね、匿名である場合は実はコンプライアンス担当官の方にはまだたくさんのいろいろな事例が上がっているというふうにありますけれども、これはやはり、公表してほしくないとかですね、例えばそういうことを公表されることによっていろいろと、やっぱり、自分の方にいろんなまあ、これと変ですけどね、そういったものがあるんじゃないかということで、コンプライアンス担当官の方にはそういう伝えられているというような案件もあるというふうに聞いてますので、まあ、より慎重であるべきだというふうに思っているところでございます。すいません。はい、どうぞ。農業費関連なんですけれども、来年度の当初予算で提案を目指したいということですけれども、その後というのはいつ頃の女性拡充というのをぐらいになればいいなという、いつ頃の女性拡充正式になればいいっていうお考えっていうのは何かありますか。いつ頃っていうのは、その時期ですか。あとですね、はい。それはもう時期はできるだけ早い方がいいというふうに思って、まあ、今回の第1回の定例会で提案をさせていただいたわけですので、私自身も一日も早くそういう子育て世帯の皆さん方のですね、負担の軽減につながるようなですね、したいというふうに思っておりました。ただ先ほど申し上げた通り、議決をしてその後、システムを改修するということで、どういう方式でやるかということで発注すると最低9ヶ月やっぱりかかってしまうということもありますから、そうなると物理的にもう約1年近くやっぱかかってしまうということですので、まあ、そういう意味では、今平成30年からが一番最短ということでありますけれども、育て世帯の皆さんがですね、いろいろ負担感が軽くなって、あ、これだったらいいねというふうに思っていただけるような制度をですね、よくお話をしながら決めていくということの方が今は重要かなというふうに思っておりますので、まあ、しばらくはだから現行制度のまま、ここ1年以上は続いていくということになります。
これも今、こちらが4